誰であれ付き合うお相手とは心穏やかでいたいし落ち着いた関係でいたいと思うものあなたがそう思うようにお相手もそう思うんですそして男性が心穏やかで落ち着ける男性がずっと一緒にいたい愛し続けたいと思う女性にはある共通の項目があるんですこの男性が女性を愛するまるとは一体何か 男性が。まるまるできる女性は。愛したいと思うんです。じゃ、あこのまるまるについて。今日はご紹介をしていきたいと思いますので。どうぞ。最後までお付き合いください。こんにちは。小川健二です。このチャンネルでは、人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで、恋愛や仕事など。 あなたの日曜をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介していますほぼ毎日、えー、新しい動画アップロードしていますぜひ最新動画を見逃さないようにですね、えー、チャンネル登録の方も合わせてよろしくお願いいたしますまた僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションの方にお越しください男性が心穏やかになれてそして ずっとと一緒ににいいたいと思える女性にはね、えー、ある一定の共通、えー、ある一定のというかねまあ大体共通することっていうのがあるんですでこれは、えー、男性の思考回路というかねまあ男性のパターンというものをちょっとこう掘り下げて考えてみるとまあ大体わかるというかね、えー、ああおよそ男ってこうだよねというところにねえー、っと行き着いていく 男性はどんな女性とずっと一緒にいたいか、えー、そんな話は、ねえー、過去に、えー、とちょっとこういう動画を、ね、ご紹介させていただきましたまる、あ、な女は、ねえー、と男がずっと一緒にいたいと思うというのが、ね、この動画、ねえー、とリンク先がここに出てますっ、ねえー、とこちらと合わせて、えー、見ていただくとわかりやすい話なのであと、えー、で、ね、合わせて見てみてください まあここではね、えっ、ー、と、まるまるな女が、えっ、ー、と、ずっと一緒にいたいと思われるという話をしたんですけど、まあ今日は、まるできる女を男は愛したいんだというね、えー、話ね。じゃあ、まるできるって何か。男性は、ね、えっ、ー、と、群れと習慣の生き物だというお話をいつも差し上げています。えー、群れね。群れというのは、 あなたとの関係、あなたとの1対1の関係、えー、この2人の関係っていうのも群れだし、まあ、会社、ね、えー、1対複数の組織の中でもまあ、群れなわけですね。そして、その中で決められた決め事の中で男性というのはね、生きていくのが大好きで、自分で物事決めていくっていうのは、あんまり、あんまりですよ、得意じゃない。もちろん決めていくのが得意なタイプ、まあリーダーシップとってね、えー まあ自分で何かどんどん作っていくような起業家タイプみたいな男性もいるし、まあ、女性でも中にはねこうルーティーンが好きっていう子もいるんだけども、まあ、大きく分けて男性は男性の多くはね、えー、群れとルーティーンが好きだという群れと習慣が好き習慣というのは結構ね男性にとっての習慣っていうのは結構 強烈なんです、ね、えっ、ー、とまああなたの会社でもねそういう経験があるかもしれませんけど例えば会議なんかでもねケンケンガクガクまあなかなかこう先が決まらないというかねじゃあ何か新しい施策を考えましょうとかね会社の中のルールを決めましょうなんつってこうまあ全然こうねおっさんたち決めないんですよねえー、ああでもないこうでもない好き勝手言いやがってね時々ねいやお前んちの嫁さん元気なんてねくだらない話とかをしてね全然疑似が先に進まない えー、なかなか決めようとしないんですよね。でまあごちゃごちゃ言いながらも、まあ、誰かがね、まあ、なんとか温度をとって、えー、ルールを決める。まあ最初はねいろいろ文句を言ってはいるんです。でもねルールが決まってしまうとこれ不思議なものでねそのルールに従っちゃうんだよねみんなね。えー、あれこれあれこれ言いながら決まったルールはね破らないしかもそれは 新しいルールならまだしもね、えー、例えば昔作ったルールとか、えー、昔作ったやり方とか、慣習とか、慣例とかね、こういうものは大好きなんですよね、みんな。なぜならば、それに従っとけばいいから、それに従っとけば、えー、考えなくていいんでね、楽なんですよね。だから、何かその慣例とか慣習、そして決められたルールから逸脱をしようとすると、ね、えー、まあ自分自身がそこでね、 あ、ここは逸脱しちゃいけないんだということで自分で自分にブレーキかけられるし、そして誰かを非難したり、誰かをね、まあ評価をしたりするのもやっぱり逸脱しているかいないか、その中で収まってるかどうかという、このルールが基準なんですよね。そしてそのルールが正しいかどうかとか、今適正かどうかというのはあんまり関係ないんです。まあ企業の不祥事とかね、 えっと、まあ、行政の、まあ、ざまな問題なんかを、こう、テレビ、新聞、雑誌を見てね、えー、ると、わかるじゃないですか。あれね、僕、すごく気持ちよくわかるんですよね。気持ちがよくわかるというか、その人たちの、こう、不祥事を起こした人たちとか、えー、ね、まあまあ、お金を横領したとかね、そういう、なんていうのかな、完全にね、こう、まあ、刑事罰を直接その本人に責任が問われるような問題っていうのは、 またちょっと別なんだけども、なかなかね、こう、まあ、政治的にも、こう、行政としても、なかなかこう、新しいことを生み出せないっていうのも、あれもなんとなくやっぱり見ていてわか,かるのは、やっぱりね、好きなんだよね、前のことがね。えー、それは、責任を逃れたいうんぬんっていうのももちろんあるんだけども、本能的にね、そっちに帰っていくというか、そっから逸脱できないんですよね、無意識のうちに。で、えー、男の人はね、 ルルールが好き。そして、そのルールに基づいて、次のことを考えられるんですね。つまり、ある程度、先のことを見,、えー、見越すことができるんですよね。ルールが決まってるから。えー、ある程度、今置かれている状況、環境の中で与えられているルールがあって、そのルールの中で物事を判断しながら先のことを考えられる。これ逆のこと言うとどういうことかというと、予測不能なことはね、 対処しきれないというか、まあ、対処できるんだけども、まあ、あんまりやりたくない。あんまりやりたくない。ルールを壊すことになるし、えー、予測不能なことが起こると、結局、その予測不能なことに対してね、リソース取られるんでね。 えー、ルーティーンでずーっとやっ,てくれやっていけばいいものに対して予測不能なものが、ね、ポーンと生まれてくるとこっちにまたエネルギーかけなきゃいけないんで、ね、極力なかったことにしたい極力なかったことにしたいから目をつぶって先送りにしていて気づいた時には問題が大きくなっているというのが、まあ、さっき話したような、えーまあ、行政の問題とか、ねまあ、企業の不祥事の問題なんかが大体そういうふうになっていくわけです。 まあ仕組みとしてねどうしてもそういうことが起こりやすい構造になっているっていうのもあるんだけどもまあ基本的にね、まあ、男性社会っていうのはそういう社会に成り立っているそしてそういう男性社会がね、えー、みんな好きなんです若い頃はねそういう組織を俺はぶち壊してやるんだなんてね、えー、思うんだけどもまあ年取っていくとねだん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 ,だんこう馴染んでいってその組織の中の一つというかね、まあ、歯車の一つになっていくとまあそれはそれで大事なことなのよ あのね、やっぱり組織の中で長年ずっとね、こう経験積み上げて、その中でやり続けていくことっていうのは大事だから、それが悪いことではないし、まあそれがね、できない人っていうのはまあ僕みたいに、えー、思っててね、自分でやっていくしかないので、えー、まあそれはそれで大事なことではあるんだが、えっ、ー、と、話がね、ちょっと横にそれすぎました。話戻すと、男性はね、それだけやっぱりルーティーンが好きだということは、どういうことかというと、 女性に対してもね同じなんです。女性に対しても同じ。ということは女性とのある程度のルールができていること。えー、女性とあなたとつまりあなたと彼との間の中でね予測可能なルーティーンができているということ。もっと言うと予測できる女というのは男は好きなんですね。 あなたとの関係性に予測ができるとすごいね男性は心地いいし楽なの。予測というのはどういうことかというとここまでやったら怒るよねここで。これをやったら喜んでくれるよね。あこのことの関係性はここまで考えられるよね。とか。えー ね、こういうことをやったら2人で何かこう新しいことができるよねということがある程度予測できることが男性にとってはとても重要でこの予測できないことが起こると男性はどうなるかととといいうとめんどくさいと思って問題を先送りにしたがるんだよね予測できないことっていうのは何かというと、まあ、いつも通りねお家帰ってご飯食べて。 あれ ?LINE が鳴ったと思って LINE 見るとね、もうなんか、ドーンとこう長文がね、ドーンと来たりとかね、えー、朝起きて、よし、今日も仕事行こうかな、よし、と思ってこうスマホを見たらね、うわっ、127件みたいな LINE が来てると、もう何が起こってるかわかんないというかね、もう完全に予測の範疇外のことが起こるので、あ、これあかんわ、ということになるわけです。ただね、こういうことが、 あらかじめ起こりうるということが想定できているならば、男性はね、そんなに慌てないんですね。えっ、ー、と、あ、この子には、えっ、ー、と、例えばね、まあ一週間7日のうち、まあ3日ぐらい連絡取っておけば、あのー、まあこういう、なんかね、不安になったり心配になったりしないだろうねとか、えー 常にね、こう、愛してるとか、好きだよって言っておけば、えー、ちゃんと安心してくれるだろうな。そして、それがなくなった時、それを自分がしなくなったら、こういう怒りの長文ラインとかがね、来るだろうなっていうことが想定されていれば、あ、自分はやってなかったから、あ、こういう長文ラインが来たんだ、あ、これ俺いけなかったんだなっていうことを反省できる。ですよね、理解できる。ただ、そういうことは一切ないまんまね、えっ、ー、と、まあ、自分のルーティーンの中で生きながら、ある日突然ね、そういうものはパーンって振ってくる。うわ、なんだこれ、と。 いうことで、えー、さようならっていう話になってしまうんです。ならば、あなたがすべきことは何かというと、えー、彼が予測できるような話をしてあげなければいけないですよね。えー、っと、これも先日話をしましたね。あのー、これこれ、こういうことをね。 えー、言いましょうとだから2人の関係が心が通じ合うんだというお話を差し上げました、えー、ご自分がねやっぱりどう思ってるかとか、えー、とリンクがここに出ています、えー、何を感じているかということをねちゃんとお話をしてあげることです、えー、自分のねこう怒りの敷地がどこにあるのかとかね、えー、不安や心配の敷地が、まあ、どのぐらいのところまで来たら、えー、爆発するのかというようなことをちゃんとねあらかじめ説明してあげておくことですよ だから、これはやめてとか、こういうことになったら私はちょっと我慢ならなくなるからとか、えー、それをね、ちゃんと言葉で説明をしてあげる。えー、私はこういうことをやられるとすごく嬉しいし、えー、こういうことをやると本当にね、あなたを手放せなくなるぐらい好きになるっていうことを、えー、ちゃんと言っておく。まあそうするとね、それをやればそうなるんだということは予測が立つんでね、えー、男性はすごい楽なんですよね。 で男の人はね、さっきも言ったように、ルールの中では考えられるんだけど、それをね、ルールを明示されれば、その通りやるんです、えー。いい意味でも、悪い意味でも、アホだからね。えー、もちろん僕もですよ、僕もアホ,アホの一人なので、えー、ルールを明示されれば、それをやるし、そして予測できることなのであれば、その予測に対してね、ちゃんと一つ一つ対応できるんです。その予測ができないから、めんどくさいと思ってしまうんですよね。 もちろん、男性もね、えー、男性の側はですよ。男性の側は、やっぱり女性と関わる以上予測外のことっていうのはね、もうこれは普通に起こるんでね、まあ右に左に振られることはもうね、えー、振り回されることっていうのは、まあこれはある程度確保しなければいけないし、そういう寛容さは男は男で持たなければいけないんだけども、えー、これもいつも言うように歩み寄りでね、えー、まあ男性はそういう志を持てる。一方で女性はね、 やっぱり男性のそういう特性を理解してあげて、男性に対してね、私はここまでやったら怒るよ、これまで、ここまでやられたら私は不安になるし、こういうことをやってもらわないとちょっと悲しくなるな、えー、こういうことはやめてっていうことを常にやっぱりね、自分のこう感情の敷地を、えー、ちゃんとお相手に伝えてあげると、えーねまあ、そうすると2人の間のルールになりますからね。えー、彼が あなたを本当に愛しているならばそのルールにのっとってあなたを、ね、失いたくないと思ってい,いるのであるならば彼はちゃんとそのルールにのっとって、えー、あなたをね愛してくれるしあなたを不安にさせないですよまあ時々不安にさせちゃうこともあるでしょうけどでもそれは自分が不安にさせたんだっていうことを彼は自分でわかるからそれに対してのフォローもね、えー、ちゃんとしてくれるそれをね 明示している、ちゃんと伝えているにもかかわらず、まあ、それさえやってくれないようなクズだったらね、それはもう悪いけど、あなた愛されてないから、<laughs> ね、もうそれはもう、どっかね、あちほっぽり出してね、えー、他の男を探しに行くぐらいの感じで考えておけばいいだけの話なので、えー、まずはあなたは彼に対して、えー、まあ、二人の間のルールとしてね、 まあこれルールだよって別に言わなくてもいいんだけど、まあこういうことをやったら私嫌だとか、えー、こういうふうに、ね、やられると私嬉しいなという希望というかね、まあ求めているものというか、えー、感情の敷地ね、何度も言うように、彼が予測できるように、えー、話をしてあげて伝えてあげる。まあそういう意味ではね、いつもえ申し上げてるんですけど、コミュニケーションでね、すごく重要なのは何かっていうと、 まあ自分の考えとか、まあ思っていることっていうのを、やっぱりくどいぐらいにお相手に伝えていく。だから相手に求めるだけではなくて、単純にね、求めるということだけじゃなくてね、えー、私の気持ちはこうなんですよと。私はこういうことされたら嫌で、こういうことやったら喜びますよということも、ちゃんと伝えて分かりやすくしてあげる。だから彼はそれに基づいて自分が何をすべきなのか、えー、そのあなたとの関係の中に、 存在するルールーを極力破らないように、ねえー、その中でしっかりとね彼のルーティーンの中にあなたをちゃんと入れて考えてくれるようになるので、えー、彼はまあ穏やかでいられるしね、えー、まあある程度こう想定できるでね全てがね想定できる範囲の中で、えー、とあなたと関わって、えー、そんなにねこう突然うわうっとしいわなんてね めんどくさいわなんて思うこともなく、えー、あなたとね、自然な気持ちで向き合うことができる。そして、彼がそういう姿勢でね、あなたと向き合ってくれるから、あなたも心穏やかでいられるし、不安や心配をね、そんなに抱くことはないじゃないですか。二人にとって、その方がハッピーなんです。なので、ぜひね、えー、彼が予測できるように、あなた自身の思っていること、またあなた自身の心の敷地についてね、えー、彼に伝えてあげてみてください。 すると、二人の関係は、今までよりもね、えー、ずっと近づいていくし、そして、長く安定的な付き合いを継続することができるようになりますから。